あの独占という当時のキャッチフレーズあったじゃん。あれ私が作ったんです。あ、そうなんですか。馬場さんが言いたいことを、まあ、たまたま僕が言語化したと。編集長辞めたただの人なので、あ、ここはもう。あの独占という当時のキャッチフレーズあったじゃないですか。あれは編集長からんですか。あれ私が作ったんです。あ、そうなんですか。これまた裏話聞けましたね。これ私があの。考えてあのポスターを作ろうと言ったのも僕なんですよ。あの水色バッグでこれで、ね、そうそう、ハマキして独占で並べにこう独占で、あ、全部プロデュースしたの私らしいです。みんなが格闘技に走るので私プロレスを独占させて、そのコピーを考えたのは僕なんです。でそれを馬場さんがものすごく気に入って、あの移動するあのトラックもトラックのところにドカーンと、あー、結局あの時代は格闘技全盛時代じゃないですか、勝負団の。それをみんな格闘技に走るのでプロレスを独占し、ま、させてもらいますというのは馬場さんの哲学に手でハマってるんですよね。馬場さんが言いたいことを、まあ、たまたま僕が言語化したという形で、ね、もう、まあ、役割を僕は演じたというか、やらせて、それからさらにこう仲良くなれたんですか。それ行く前のいろんな話があるんですよ。馬場さんがあの、全日本プロでやった時にちょっとまあ赤字だったわけですよ。はい、であの、うん、なんていうかさ、松根社長が来てたわけですよ。はい、松根社長。松根社長が社長だったんだけど、松根社長はさ、あんまりさ、プロレスの思いがないので。僕入った時松根社長でした。うん、だからあんまりさ、情熱持ってなかったから、うん、どん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 興行成績が落ちてきて、で、まあ、仕方ないからさ、日本テレビの放映料を前借りしてたわけですよ。で、前借り前借りして、まあ、ちょっと大きくなったわけですよ。はい、それなのであの、日本テレビが松根社長をもう引っ込めさせて、これは馬場さんを社長に、ね、申さなきゃいけないという形で、そういう制限交代だったんですよ。うん、そしたら馬場さんはパッと見たらとんでもない赤字が出て、これ俺が背負うのかみたいな形で馬場さんがビビっちゃったわけですよ。その時にあの馬場さんが今度社長になったので、マスコミに対して記者会見で何かいいアイデアあったら教えてって言ったから、それ皆さん冗談だと思ってるわけですよ。その時僕はこれはチャンスだと思って馬場さんに、私あの企画書を持って伺いますと。企画書を書いて、企画書を買って、全日本プロレス再生計画、はい、私にやらせてくださいみたいな、ね、はい、ことを元子さんに言ったら、元子さんが馬場さんに相談して、じゃあその話を一度一遍伺ってみましょうという形で、あのキャピタル東京 の、はい、あのなんかスイートルームみたいなところを取って、はい、1時から7時の間を取って来てくださいと言って、はい、で僕が企画書を書いて、どうやったら再生できますかということを、はい、その6時間の話で全部喋った一環が、あのプロレスはイメージビジネスなので、馬場、はい、さん、このジャイアントバーと全日本プロレスのプロレス哲学を、はい、今の時代に一番感じさせるのはこの逆転劇が、私プロレスの独占させてもらうこれでしょと言って、はい、ポスター作りましょうと言って、行って、はい、そのあのスラシャーさんと松本さんが馬場、はい、さんにスタジオを連れて行って、こういう服着させて、はい、バッグを青にして、はまきをやらして、こんな感じですね。そしてあれ作ったんですよ。でもね、当時ね、馬場さんのイメージを逆転させるのは一つあったんですよ。はい、当時ね、やっぱり新日本全盛なので、あの全日本プロレスちょっとさ、イメージがね、暗かったので、あのファンがね、あの皆さんあの会場に行って、バーバーって呼び捨てしてたんですよ。はいはいはい。これを変えさせなきゃいけないと言って、馬場さんに、これから馬場さん、僕は全ファンをね、馬場さんと言わせるように立ちますと。ババというのは失礼だというキャンペーンやったんですよ。それからあのババさんになって、ババさんがババさんになって社長になったんです。でババさんはあの、まあ、偉い、あまりにも偉い人で、アメリカでもう要するに今で言うと、もうあの当時1960年代にあの要するにさ大リーガーになったようにしたんですよ。向こうで大成功した。こういうあの時ですね。そうそうそう。この T シャツの時ね。ニューヨークで大スターになったわけですよ。うん、だからもう格が全然違うわけですよ。はい、もう要するにさ、野本とかああいうレベルに一応見たレベルだったわけですよ。だからファンの気持ち分かんないわけですよ。ファンも接してないし、だから要するにさ、あのマーケティングはできてないわけですよ。だから馬場さんに、馬場さん、これはね、あのやっぱりプロレスのファンあってるものだから、一度馬場さん、ファンの声を聞いたらどうですかと、はいはい、いう形で、馬場さん、こういうトークショーをやりましょうというんで、あのキャピタル東急ホテルの近くにある清涼会館でジャイアント馬場トークショー、ファンの前で語るという、うん、それやったんですよ。やりましたね。そしたら馬場さんに質問もできますよと言ったら、いっぱい質問するわけですよ。馬場さん初めてその質問を聞いて、あ、ファンはこう思ってんだということで頭が変わっちゃって、なるほど、で馬場さん気持ちよくなって、それでそれからファンに対して優しいというか、
接して、あ、ファンは大事なんだなと、あの要するにプロレスのスポンサーはファンであるということを聞いたわけですよ、うん、でファンクラブのツアーとかね、ツアーとかやりだして、やり始めて、で普通にツアー行って、あの宴会にもちゃんと馬場さん来て、馬場さんについてもらってお酒飲んだりとかみんなしてたわけです。いや、やり始めたそんなちょっと前には考えられないですよね。馬場さんってものすごく頑固な人で、完全なプロレス哲学があるので、そんなど素人相手にしてね、するわけないんですよ、うん、プライドも高くて。それをさ、要するに素人のファンのと、要するにこうね、時間に接するということはありえなかったことができて、そこから馬場さんはそれでやって、そのことによって成績が上がってきたわけです。馬場さんというのはね、数字が上がらないと信用したいんですよ。ものすごいリアルな人なんですよ、あの人は。で、その変わった時に多分あの編集長側じゃなくて、ウォーリー山口さんがこの学生プロレスと言って、学生プロレスを教えたんですよね。教えた、学生プロレスを教えた。それがあのメンズ帝王さんですね。そう、メンズ帝王、はい、あのテリーファクの真似してた、うん、で、あの僕は馬場さんはもうプロレスの様子にさ、昔のあの王道を守ってきている人なので、往年の名レスラーを呼んで、そこでやっぱりさ、あのね、要するにプロレスファンの気持ちを要するに使いましょうというんで、ドンドン島さんを呼んで、あのでやったんだよ。やりましたね。でその時また僕が余計なこと言うわけですよ。まさかこれはね、ドンドン島さんはやっぱりハイジャックバックリーカーですよ、これぜひリングでやっていただきましょうって言ったら、馬場さんはまた怒って、体が悪いのできるわけねえじゃないかってまた怒られてと思ったらさ、あれ誰かやったんですか、菊池やったんですよ、こうやってやったんですか本人たちはね、体悪くてリングなんてできないんですねその後ヤウキアとかキニスキとか、ヤウキア、キニスキ、壊れすぎ、あれ壊れすぎもんですよ。エリック来なかったでしょ、エリック来なかったでしょ、サンマルチだ、サンマルチだ。それであの馬場さんが、馬場さんってやっぱりプロレスの伝統を受け継いでる人だという価値観があって、それが格闘技とは、新日本プロレスとは、ね、比較対象の中で馬場さんの株がガーッと上がってたね。先生なんでこう辞められたんですか、ベースも。ああ結局もうね、あの9年間編集長やってもう終わりが来たわけですよ、はい、でピークが来たわけですよ、はい、であの東京ドームこうやったことで、はい、あの反発食うし、はい、僕は要するにアウトサイダーだったのに主役になって、あのマイナーからメジャーになったんですよ、はい、その瞬間にファンの気持ちがバーッと引いちゃったわけです。僕はマイナーで反抗精神でロッカーとしてやっていけばいいのに、それは自分が実際、ね、世界のさメインになってしまった、メインストリート行ってしまったので、皆さん嫌気させて。数字的にはどうだったんですか、売上部数とか。じわじわじわ落ちていたんですよ、落ちていた、落ちていた、うん、だからまあ、まあ、でも売れてるんですよ、はい、でも全員前から来られたら全然売れてるわけですね。売れてるんだけども、じわじわ下がってるなというのは分かってたんですよ、はい、でこれはもう潮時だなと思ってた時に、ちょうどなんていうかさ、新日本プロレスから取材教育を受けたので、あ、もうもはやこれまでと。それが90何年ですか。96年の7月、自分から辞表を出して96年、やめた。じゃ あの編集長というかベースボールマガジン社だから、僕も会社を辞める必要なかったんですよ。残れば僕は功績が絶大だったので、はい、あの部署を用意されて、他の部署がねやっていけばよかったんですけども、はい、もうあこれはもう要するに週刊プレス辞めるときはもうベースボールマガジンを辞めるとこだなと、見切りをつけて自分から要するになんていうかさ、あの、ね、一人立ちというか、うん、退職願い出したら、なぜかいや、あの誰も引き止めないで、すぐその日に、あ、すんなりとその日に OK 受けてさ1週間後にさ、退職金しよう。よくほらドラマとかで来る、俺がとにかく今日預かっておくっていうのはなかった。ない、ない、誰も止めないで、はい、あ、要するに目立ちきていたので、あの僕はあのなんかさ、もう、まあ、就業規則違反で他でもアルバイトやってたので、それをアルバイトやっちゃいけないんですよ。でも売れてるから見過ごしてたわけですよ。ちょうどいい1回だったので、僕は辞めてもらうみたいな形だったんで。だってベースボールマガジンで稼いだ金と同額の金を外で稼いだもん。ゴーストライターみたいな。そうそう、だからそれはダメですよねでもあのもう要するに社内スターだったわけですよ。あのスーパーサラリーマンだったんで、だからもうそれもう例外中の例外だったんだけど、まあちょっと限界が来て辞め時だったんです。じゃあベースボール辞めた後、馬場さんとの関係はどうだったんですか。じゃあその時僕は思ったわけですよ、はい、僕が編集長だから、はい、媒体を持ってるから全日本プレスとバーサーのためにあの、はい、できるんだけども、編集長を辞めたらただの人なので、あ、ここはもうこれはもう終わりだなという形でもう完全に引いちゃったもん。ちょっともうじゃあもうあんまり合わなくなった。もう合わないようにした。だからそれはもういい思い出して封印すると。じゃあ年間のその例えばお正月の挨拶ぐらいですか。もうほとんど行かなかった。会うことも
会うことなかった。でも元子さんとかから年賀状とか来るでしょ。いやもう元子さんともはもう自分の中で思い出を封印した。なるほど。だから元子さんの僕その後要するにさあのマンションに一回も家に行ったこともないし、今まで行ったこともないし、いろんなさ3回という何回かあるじゃないですか、はい、それも僕一回も行ってないんです、はい、もう全部もう完璧にもう封印。じゃあ馬場さんが亡くなった時っていうのはどうしたんですか。でその時はあのなんでかさ、これ不思議なことであの日本武道館大会あったじゃないですか、はい、日本武道館大会の後にいつもキャピタル東京ホテルに行くんですけども、はい、パッと行ったらさあの今日はなんかあのキャピタルじゃないって言ったんですね。あ、そうなんだと思う。あの12月6日から、ね、そう、はい、最後の試合なんですよ。そうなんだという形で、これはもうあれだなという形で、あの行かなかったんですよ。行、はい、かなくて、ほんでなんか聞いて、あの年が明けたわけですよ。はい、なんかこんな割りみたいなのがあったんで、で、ばあさんにお電話したんですね。はい、そしたらあのなんていうか、元さんが出て、はい、あの今日あのばあさん、うん、これ来れるんですかって、まあ、聞いたわけですよ、はい、そしたらグッともう、うん、パッと涙みたいな声になったわけですよ、はい、あ、そうかと思って。いやこれ相当悪い。もう何も聞かないで今切った。ただ馬場さんは後楽園に現れなかった。あ、うん、正月とか、ね、あ、現れなくてうわーと思って、あのもうそのままさらに僕は封印という、何ももうこれはもう、そうそう、亡くなっていろいろこうあったんですけど、お会いしてないですもんね。全く会ってない。来てないですもんね。もうだから亡くなるまではちょろちょろあの高齢の方にいたかもしれないけども、はい、でもう役に立たないので控えめにしてやってたんで。こっそり見に来たりはしてましたもんね。うん、でもあの亡くなあれ要するに亡くなられてからはほとんどもう会ってないもんね。それであのなんていうかさ、一回要するにさあの三沢さんたちが出て行って。はい、あの残ったのは川田さんと共演したとすぐなんだったじゃないですか、はいはい、それでサーキットしてないですか、はい、ずっと、はい、あれは僕はもうあの馬場さんにお世話になったので、はい、自分のお金で全部サーキットしました。あ、いらっしゃってました。全部あの高知から全部あの山形とか南に行きました。それはもう俺はもう、ね、心の中で応援するために。でも会場では会ってない。馬場さんが亡くなってから俺元さん一回も会ってない。あんだけ親しくてさ、あんだけ毎回元さんと電話でさ1時間話したのに。じゃあもう23年間本当に、うん、ってことでもう23年間ってことですよね、尾形さん、ね、まあそうですね、今年23回、今22年、うん、元子さん亡くなってで2年経ちましたね。いやだから元子さんも、はい、そう何回かある時は僕を呼ばないんですよ、うん、その何で呼ばないかというと、はい、僕が行くとちょっと僕と反対の話がいっぱいいるじゃないですか、はい、ちょっとギリギリが起こったんですよ、はあ、だから僕のことをあえて呼ばないなという、僕も分かってたんで行かない。お互い分かっててこう離れてたって。そう、うん、今までプレス馬場さん全部で、ね、密着した馬場さんに、ね、あの仕事も要は人生も全て馬場さんだった。もう一心同体、はい、もう要するにさあの なんていうか一番成功せずみたいな感じだったんですけど、馬場、はい、さんが亡くなられたので元さんに元さんの人生のもう一つのものがあってもね、これから、うん、どうせ人間は死ぬんだからという形で、でもういいんじゃないかなと思ったんですよ。ああ、これやっちゃいけないみたいな。本人も結局最後までそうでしたからね。だから貫いた。ね、そうですね。貫いた。だから良かったですよ。僕もあのキャピタル東急ホテルの、 あのお食事会の時は、馬場さんと元さんを相手にしているので、天皇陛下と皇后陛下のね、下々のことを、新日本プロレスとか UWF とか、いろんな、とにかく新日本プロレスのこととかを、情報を、バーッと言うわけで、じゃあこんなくだらないことがありましたとかさ、ユウ、うん、さんとはこんなことやりましたとかさ言って、面白おかしく喋るとあの馬場さん、元さんもあの知らなかったを知ると、うん、いうことで、馬場さんはその時必ずあの絶対にあのうなずいたりしないで、もう聞いてないふりしてずっとやってると思う。馬場さん、ダンディですよ、うん、で、あのまあ僕も何回も言ってるんですよ、猪木さんの悪口言うと馬場さん一番喜ぶんですよ。一番喜ぶ。腹折れるのね。一応新日本プロレスの悪口言うと、まあ、ちょっと、ね、いろんなことがあってさ、つまんないことがあることを喋るとさ、一番盛り上がるんですよ。だからもうあの馬場さんと松子さんを知ってる方は、あの恭平ちゃんとあのね、恭平さんと僕ぐらいしかいないんですよ。そうそう、今の時点でね。長田龍ちゃんがいなくなっちゃったんで、はい、僕たちはもう語り部として。
あの3人で共同タッグを組んで、この要するにさ、この全日本プロレスとバーさんね、のことを語り継がなきゃいけないという、もう使命感なんですよ。ああ、そうです。これは絶対に、私も最後に馬場さんご夫妻にやって、職業を、ね、300回ぐらいさせてもらったので、もう恩返しとして、もう絶対にこれは伝えていかなきゃいけないという、この要するにさ、使命感があって。文化を残していかないと。馬場さんは、はい、猪木さんは、プロレスはロマンだとかさ、闘魂だ、魂だと言うけども、馬場さんが言った、ね、言葉を忘れないんですよ。プロレスはプロレスである。はい、そうですね。これはしびれましたね。あ、そうか、猪木さんがプロレスでいろんな概念をやってるのはあれ余計なことなんだよね。でもそれに僕たちは洗脳されたんだけど、馬場さんは違うと。プロレスはプロレスであると。馬場さん、プロレスは何なんですか。プロレスはプロレスである。テレビもそれ言いましたからね、番組で。すごいですね。すごいですよ。だから馬場さんはあの宇宙なんですよ、プロレス界の宇宙。馬場さんは信念として、これは一回も食事を人からおごってもらったことないと。先生はメロンジュース飲みたいね。そしたら次はこれメロンジュースはないのかカップいっぱいに小豆が、おい、なんか小豆が少ないってよって一言言うんですよね。くれとも言わないですよね。少ない。